ございます。高速大容量の通信規格 5G で新たな動きです。楽天モバイルがですね、昨日料金プランを打ち出したんですけども、こちらあるように月額2980円ですね。で、まあ、条件が、ですね、異なるため単純な比較が難しいんですけれども、先行している3社はですね、例えば大容量のプランではですね、大体ですね、まあ、ご覧のように7000円台から8000円台っていうところですね。これ見るとね、楽天半額、まあ、以下にというふうに見えますよね。ただですね、もう一つご覧のようにですね、使えるエリア、これまだ限られてるんですね、楽天の場合ですね。で、楽天もそうは言ってもですね、来年3月までにはですね、すべての都道府県の一部まで拡大したいとしていましてですね、各社ともエリアの拡大に使うということになっています。で、さらに 5G で